この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。やってまいりました。2017年。本年もどうぞよろしくお願いします。さて、まずはお知らせ。取りためしてたハードディスクがなくなりました。さすがにね、テラバイト規模のバックアップなんてする余裕ありません。そんなわけで、2ヶ月近い作業を結果報告する形でお送りします。内容は主に佐賀村の第二次復興工事の途中経過です。まずは、目の前で働いている配達人。キノコの里で研究したエンシェントウォーフェアを利用して、モミジちゃんたちが作った作物の回収を担当しています。佐賀村の畑では5人の配達人が巡回しています。菜種を回収してバイオ燃料工場に運ぶのが2人。他の食料を倉庫に運ぶのに2人。竹モットの藁を回収して、佐賀リゾートに備蓄するのに1人です。彼らの食料は、冒頭にちらっと見えた焼きナスです。畑で収穫したナスを、畑で作った菜種を原料にしたバイオ燃料で焼いて、自分たちで食う。自給自足のサイクルが形成されています。配達人にも出せる特大リュックは、インベントリを増やすことができるので、ともっちゃ自身も使っています。エンシェントウォーフェアの特大リュックに、竹モットの袋を組み合わせて、大量の建材を持ち運べるようになったため、採掘も建築も効率が上がりました。焼きナス補充中。村の中のタウンホール各所にも、配達人で送ろうとしましたが、人手不足で実装できていません。エンシェントウォーフェアの労働者は夜間には働かないため、1日のうちに巡回できるように設定しないといけません。しかし、佐賀村も結構広くなっているので、1日で巡回できず、人員を増やさなくてはならないのですが、焼きナスの生産力が低いので、作業指示書を交換して一時的に任務を変更する方針を採用しました。しかし、作業指示書を交換する作業が面倒になって、結局は自分で配送しています。臨機応変な対応は、NPC にやらせない方が無難ですね。そういえば、ここの畑の道ですが、昔はミレネイルのブロックを使っていました。モッドの入れ替えとメサバイオームの採掘に伴い、赤砂に交換しています。おう、ご苦労さん。配達人の他に、佐賀村にも兵士を巡回させるようにしました。ここの道を通るはずなんですけど。お、いました。全身、鋼豆腐の防具で身を包み、手にはショットガン。エンシェントウォーフェアの兵士は、矢とか弾丸を消費しないので、かなりコストが安くていいです。メイドさんも銃を装備できますが、メイドさんは弾丸が必要。エンシェントウォーフェアの兵士なら銃に無限エンチャントがつくまで、レベリングする手間もかかりません。素材のコストは少々張りますが、それをペイできるだけの働きはしてくれます。佐賀村には、5人のエンシェントウォーフェアの兵士が巡回しています。MCA の衛兵もいるので、都市の防御力に関してはかなり高い方でしょう。サイさんも、自慢の料理をお見舞いするために、キノコの里からやってきてくれました。決して拉致などしていませんよ。ビストロ、サイ、キノコの里店は、商標の都合で閉店になりました。ここの店では、兵士以外の村人にも、お見舞いしています。シェフ、サイさんが直々に客引きに、MCA の村人も、ピリカンクから第二次移民団が到着し、人口が順調に増えています。二代目村長は、3日で飛び降り自殺しました。いずれゴーレムも増えて、さらに佐賀村の防御力は上がることでしょう。これで、かつて山賊に滅ぼされた苦い経験を繰り返さなくて済むはずです。滅ぼしたのお前だろ。しれっと歴史を改変してんじゃねえよ。村の防御力は高いのですが、周辺の湧き潰しが徹底されていないため、モンスターの出現率も比較的高め。楽
頭に、MCA の衛兵と、エンシェントウォーフェアの兵士が仲間割れして殺し合っちゃいます。ショットガンで誤射しちゃうんですよね。巡回する兵士は村の外側を、衛兵は村の内部の防衛と住み分けることで被害を減らしています。MCA の村人は住宅街の周辺にだけいるので、少し離れると一気に人気がなくなります。さて、次は追加した建築物の紹介です。目の前のあれです。65話でも言っていた、神社です。赤色の片焼き粘土で第二鳥居を設置。あっちは第一鳥居ってことですね。境内に続く階段。なんとなく、鳥居と境内と階段ってセットなイメージ。そんで、境内。せっかくだからここで初詣。ここの神社での作法は二礼二拍手一礼ではありません。賽銭箱にお供えして、全力で鈴を振る。なぁはい。あとは全力で願掛けします。嫌いな奴が、こうになりますように。その願い、叶えて死んでよう。真摯な願いなら、きっと叶えてもらえるはずです。神社の中にはご神体が祀られています。佐賀村にも社長の間の手が伸びていた。7つのエンダーパールを使って揃えたゾンビピックヘッド。こっちは床をぶち抜いて地面から生え出しています。社長の宣教師。定期的に会合を開き、次の新薬目標を企んでいるようです。上手者とかも作ろうかと思いましたが、ちょっとスペースがきつかったので省略。こっちにはさらに別の施設。武装した兵士が常に監視している特別な施設です。ああ、紹介しようか悩むな。壁に向かって何してるのこいつ。で、この施設が何かというと、さっきも言った、エンシェントウォーフェアの特大リュックと竹モッドの袋による作業の効率化と、建築無欠乏症が招いた一大施設なんですけどね。本当はここまで紹介していた内容は、来月末まで引っ張る内容だったんですけど。まあいいや。ここの施設は、なんと、第二建造ドック。めっちゃ広いです。岩山をくり抜いて、内側を木綿豆腐の壁、外装を石レンガと偽装林で覆ってます。この施設、影モッドをオンにして日中に入ると、ほとんど見えなくなります。夜間も夜間であまり見えないんですけどね。この艦艇はハリボテで動かせます。監視方向からなら少しは見えるかな？でかいから何気に移動が大変。あ、ダメだこれ、全然見えない。次回にでも影モッドをオフにしてもう一度撮影しておきますかね。ちなみに、試験公開した時の画像がこれ。リーンホーストガウンランドを足して3で割った感じ。全体を小型化したため、武装が大きく見えてます。搭載している艦載機もサイズがギリギリです。一応、内装も作ってあります。直前に試験公開をしたため、桟橋などは撤去済み。ここら辺から飛び乗りましょうかね。中央部は甲板と格納庫が一体となっています。搭載機は F35B。 格納庫の幅は F35B の幅に合わせて作ってあります。
館内通路はかなり狭いです。館長室超狭い。こっちはブリッジ。ここからでも艦を操作できます。内装に絵画を貼っておいたのですが、ハリボテ化した瞬間に全部剥がれました。船外から船を操作するときは、こっちの羅針盤を起動させます。羅針盤を起動して、撮影ポイントまで移動して、船を動かして、ドックから出撃するシーンを頑張って撮影しておいたのも、ハードディスクと共に行ってしまいました。こっちは艦長室と対象に設置された副長室。一番下の階には、拠点機能を集約してあります。かまど、チェスト、ベッド、エンチャントテーブルの基本セットを設置。ここには出航後に土を設置して、畑にすることができます。ここからも船外に出られます。でかい。ハリボテ化して動かそうとしたら、カクカクになります。影モッドをオフにしてもです。まあ、欲しかった機能は備えているので、個人的には満足しています。思いっきり脱線して、肝心の鉄道がろくに進んでいないという問題はありますが、次回は鉄道関連についての報告になると思います。さっきの缶を使った遊びは別の機会に、缶名もそこで紹介します。それでは、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオ。